皆さんこんにちは、しろです。よろしくお願いいたします。ということで、今回は東京グルコラボ考察でございますと、はい、まあ、考察のね、動画を撮っていこうかなというふうに思います。本当は昨日ちょっとね出したかったんですけども、じゃあどうしてもね、ゆっくりキャラを使う時間がなかったので、天馬とかまたやり直したりとか、まあいろんなとこ連れてったりして、最終評価、できるぐらい使えたかなと思いますので、今回この日にやっていこうかなと思います。では一旦ずつ見ていきましょう。まずはまあ当たりからいきましょうか。金くん、はい、金木くんの性能がこちら。強い、これは強いね。まあもうカタログの時点から今回の一番の当たりだろうと、みんな言ってはいたんですが、間違いなく強かったですね。もう文句なくやっぱ強かったなと、思いました。特にですね、意識するのは空中庭園の6、あとは近畿新鋭の刹那のところ、あと未開はまだか、使えてないのか、使える、ただ一応未開の54でも使えるみたいなね、噂になってますけれども、まあそのあたりかな、高難易度って言ってくると。まあディク X とかも入れたりするならもっとだし、いっぱいあったりするんですけれども、まあ大きく、引く引かないの判断基準になってくるのは特に庭園6かな、庭園6でございますね。はい、ここで引く引かないの判断をする人が多いと思います。まあ、まずあそこをみんなどんなキャラでやってるかっていうと、今多分ジュズマルですよね。ジュズマルがいっぱいいる人はジュズマル艦隊とかでやってると思いますし、まあちょっとしかいないって人はアスナだったりとか入ってきたりするのかな。まあいろんなキャラ使ってると思うんですけれども、結局そのジュズマルの段階で、庭園6っていう階層はですね、正直よ、全部の庭園の中での難易度って話をすると難しい方ではないんですよね。で前回天馬の試練の間が、当時開催された時とちょっと適正の出し方が違って、割とね低階層とかもちゃんと壊してくれてますし、簡単な層の適正をちょっとずつ強くして出してね、稼いできてるんですよね。だから1回でポーン出して激凛の7みたいにぶち壊すみたいなのをやんないでちゃんと刻んできてるんですよね。だから上がり幅がちょっとずつなんだよ。だから何体も何体もね、そこのクエストでね、いろんなキャラの適性っていうのでガチャを作れるように多分まあそうしてると思うんですけれども、今回も正直、まあ、上昇値はめちゃくちゃ大きいとは個人的には思わなかったですね。なんでかっていうと、その元々適性だったジュズマルっていうキャラがめちゃくちゃ強かったので、もうめちゃくちゃ強かったので、そこの適性っていう今回金木くんが出てきて、で個人的にはね、俺はもうね金木くんでいきます。はい、金木くんでいくんで、俺の中ではジュズマルよりはやっぱ強いかなと、庭園6が安定するかなって俺は思っているんですけれども、まあ人によるけどね、火力出せるとか毒我慢ついてるったらジュズマルの方が強く感じる人もいると思うんだけど、まあ俺は個人的にはもう今後は多分金木くんで、ここやっていくと思うんですけれども、だからその上昇値っていうのがねそんなに大きくないんですよね。ジュズマルの時点でもう結構楽なやつがそれよりちょっと楽になったとか、死亡率が低くなったって言えばいいのかな。なので火力がガン上がったとかじゃなく、もう友情でぶっ壊れたとかでもなく、ちょっとその安定度が上がった、あとパーティーをねいろんなのに使う幅ができたみたいな、ちょっと下力とかが安定するようになったりとか、まあそういうところの楽さっていうのが上がったっていうキャラになりますと。はい、まあ、詳しく見ていくとですね、まあ、SS が、一応自強化 1.85 倍で、そもそも元々のステータスがもうぶっ壊れてるんですよ。攻撃力3万4000とか持ってますし、のくせヒットポイントも低くない、スピードが高いっていう結構な壊れステータスもらってるんですよね。でそこで、その分やっぱキラーがちょっと今回もらえなかったんですけれども、超アンダメだったりとか、まあ、超ワープって部分で、超アビで火力を出すっていうきっかけを作れて、で SS の倍率がターンの割にはかなり倍率がもらえているところになりますので、まあ、そういうところで補っていってねとか、なんかね1段階目でも結構高かったんですよね。なんでそうですね、こうターン数が短い割には倍率もしっかりもらってますし、元ステータスが高いからそういうので攻撃力を上げなかったとしても意外と火力が低いとは思わないような、キャラです。むしろ高いって感じることの方が多かったかな。はい、で割合が 25% ありますので、庭園6だったりとかちょっとね削るのにテクニックが必要なようなステージとかを無視して、一気 25% ドンと、入れることができるっていうのも強いところにはなってますよね。はい、で、じゃあ庭園6がなんで金木くんが強いのかってお話なんですけれども、やっぱりねここはねリジェネです。はい、ソウルスティールっていうね回復のアビリティ、敵倒すことに一定値回復するっていうアビリティも当然強いんですけれども、やっぱ開幕ね一手動いたら敵から毒が飛んできて、でその毒のダメージっていうのを毎ターン受けてっちゃうからきついでしょ。はい、で毒のダメージがきついきついってなってる時ってボスとワンオンワンになったりすることが結構多いんですよ。だからソウルスティールって案外その毒のダメージをなんかね中和してくれるぐらい回復してくれるかって言われるとそうでもないんですよね、実は。意外とピンチな時って、じゃあなんで強いのかっていうと、とにかくリジェネームが強い。リジェネームやばいね。
やっぱりね、これね、確かリジェネールが当時出た時もそうだったんですけれども、なんかチビイヤシと組ませてみたいなね、やってる人も当時いましたけれども、まあ単純にそのキャラがリジェネ M ってのを持っていると、そのキャラ1体につき毎ターン3000回復するんですよ。で、金木くん4でやってみ、3000回復するやつが4体いるから毎ターン1万2000回復してくるんですよ。いや、そりゃ毒気になんないわっていうね、食らってないみたいなもんですから、毒自体のダメージが3500ちょっととかだった気がするんで、うん、それ4体って言ったら、まあ1万4000ぐらいでしょ。で、1万4000食らって1万2000回復するから、それ気になんないよね。ね、毎ターン毒2000ダメージしか受けてないみたいなもんだから、いや、この耐久値はやっぱすごいわっていう風に個人的にもやっぱ思った。うん、やっぱ使ってて食えれば増えるほど強いね。あの後ふざけてマルチでね、あの、ふざけてはないんだけど、あの、金木くん4とかでやったりしたんですけど、うん、ってのはすごい感じましたね。やっぱり リジェネームの回復がちょっとやばいね、ここに関してはね。はい。で、なおにもかかわらず、一応攻防アップ、優勝コンボで持っていますんで、この防御アップの部分で、敵の攻撃をね、25パカットかな、してくれると。しかもそれ継続しますからね、攻防アップは。なんで、まあ、そこの敵からの火ダメージっていうのも下がるし、毒のダメージっていうのもリジェネのおかげで気にならないっていうので、まあ、圧倒的にここの適性の中では、その耐久の方が強いかなと思うんですよね。で、正直ね、あそこね、火力とか雑魚処理のしやすさとかももちろん重要ではあるんですけれども、あのコンテナのルートだったりそういうの慣れてくると、削りの方はね、そこまでね、めっちゃむずいみたいになることってそんなにないんですよね。だからどっちかというと火力っていうより、その火力は出せるんだけど、その火力を出し切る前に毒で死んじゃうみたいなところが解消されたのが個人的にはすごい刺さって、うん、なんで金木くんにしたっていうところですね。はい。なので、まあ毒我慢をやっぱつけて、わざわざつけて運用したくないとかの人にとっては、かなり、重宝するキャラになるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、なんでここがちょっとした差かな、うん、差だと思いますね。まあ、中ボスの処理とかでも SS 使ってパーッと処理できちゃうし、十分強いかなというふうに感じました。はい。あとね、新しい扉が開けたところもう一個ございまして、シュタルク。俺今まで、あの、当時シュタルクが出た時に、その SNS かなんかで俺もそのシュタルクの構成をやってる人を見て、お、すげえこと考えるなっつって、あ、ワンパンできるんだって言ってやったら、まあ、ダメージが痛すぎてもうちょっと嫌だってなったんですよ。わざわざじゃあこれはつかなくていいかなって思ってた派だったんだけど、金木くんが出るとさすがにちょっとこれもう結構結論構成なんじゃねえかってくらい楽だった。うん、え、これやった人いるかな。あのね、えぐいっす。あの攻防アップの防御アップだけでこんな楽になるってくらい楽、めちゃくちゃ楽ですね。はい。ただ、まあ、あそこもそもそもボス戦っていうのは、俺コンテナ得意だから大丈夫だよって人にとっては、ワンパンするメリットは感じないかもしれないんですよ。そいつをわざわざ連れていく。でもね、わざわざ連れていくっていうぐらいの足の引っ張り方はしないんで、普通に道中もちゃんと活躍してくれるし、属性ロックのダメージ軽減だけ意識してれば、めっちゃ強いと感じました。うん。なんで、こんな耐久面が一体できるだけで、今までちょっと無理して使ったやつが、普通にいけるっていうか、なんなら一番強い構成かもって思うぐらいには強かった。からその構成やりたいとか、シュタルク持っててね、その構成やりたいとかいう人なんであれば、金木くん手に入れとくと、その6は本当に消化試合になると思う。うん、本当それぐらいには楽だと感じましたね。うん、だからボス戦での毒事故とかも、まあ、そのヒットポイント管理とかミスなきゃ大丈夫になってたし、まあ、心配だったらね、うん、シュタルクにね、あの、まあ、怪我減りは絶対だけど、その毒我慢とかもつけてっていうのをやってもいいかもしんないけど、うん、楽に感じましたね。なんでそういう面で言っても、その金木の貢献度っていうのはすごい高いかなっていうところですね。はい。じゃあ庭園以外のところでのお話ってなってくるとね、やっぱね、オートジャベリンやばいっす。オートジャベリン、うん、なんかもう他のところに目立つものがありすぎて、庭園6じゃんって言って、庭園6イコール友情で削るステージじゃないから、殴りの部分ばっか注目してたんですよ。うん、でいざ、あ、使ってみるとオートジャベリンバーストが出るわけじゃないですか。なのでオートジャベリンバーストが出て初めて気づいた、あれだよね、そこで初めて気づいたわ、あ、オートジャベリンバーストってやべえんだったって。うん、でもこれ他のクエストで使ってるのやばいね。うん、まあ、結構エクスカリバーが登場してからも、エクスが友情だけでなんか敵を削るってのすごい多かったりするじゃないですか。それの闇属性バージョンになってもおかしくないぐらいにやっぱ友情としてすごい強い友情なので、砲撃型とバランス型っていうのでめちゃくちゃ大きい差があるわけじゃないから、超バランスのね恩恵も乗ってくるわけですし、うん、なんでそんなに差はないって考えると、結構ね、対光での友情入っちゃうとかのステージだったら、このジャベリンバーストが悪さする可能性っていうのも全然あると思いますね。うん、なんでまあ普段使いみたいなので、ラクラクのとこでも使えそうだし、なんか友情がいい感じ入るクエストとかでも採用がありそうだし、まあ、そもそも誘発するんでね、誘発役っていうのもできたりしますしっていうので、結構思ったほか幅広く使えそうだなっていうのはめっちゃ思った。うん、
なんで今回の中では十分この後何か限定があるとかコラボがありそうとかそういうのを差し引いても狙いに行く価値はあるキャラだと個人的には思いましたね。はい、金木くん。なんでまあもう定員が楽になるってだけでも俺は結構欲しいキャラにはなるんですけれども、まあ、もうちょっと難しいところが楽になってくれたらね嬉しいんですけど、はい、金木くんはそんな感じ。じゃあ次十蔵。十蔵です。はい、あのね、十蔵はまあセラスこんな感じなんですけれども、まあ、属性キラーの、16地雷ダメをね、定員3の、適性として生まれてきた子でございますと。はい、で持ってるアビリティがですね、もう全て定員3にぶっ刺さってしまっていますので、もう定員3のことだけ考えればいいと思います。はい、正直定員3以外でここで使うここで使うとか、まあ、考えるとこはあると思うんですよ。未開のとこでもね1回そういうのありましたし、まあ考えるとこはあるんですけども、とにかく定員3だけでいいと思う、考えるのは。一旦ね、そういうようなキャラだと思います。でこの定員差でじゃあ使うかどうかってところの判断基準になってくるんですけれども、まあ結論から言うと俺はもう採用、これも毎月採用でございます。はい、あの後あの集会一緒にやってる、まあ、集会というか毎月ね天満一緒にやってる友人だったりのことも相談した結果、あ、これはもう十蔵一択だねっていう話になりましたね。はい、でやるパーティーが多分ノンノアルファ十蔵を22で最初入れようと思って行ってたんですけど、ちょっと前にね俺もライブでお話ししたと思うんですけど、あの渡積千早の構成あるじゃないですか、その渡積だけ引っ張ってきて雑魚戦のとこで渡積打って十蔵の SS 威力上げて使うっていうやり方ですね。でそれを俺パラッとライブで話したんですけど、なんかもうすでに Twitter とかそういう YouTube とかでやってる方がいらっしゃったみたいで SNS で見たんですよ。まあ某有名な超うまい人がやったのを俺見たんだけど、一択もう絶対ありになると思う。俺らも俺でまあそれやってないんですよ。その動画を見たのが昨日とかで、そっからまだやれてないんですけど、あれです、もううん、でその時の構成が渡積十蔵ノンアルノンアルだったんですよ。まあ、だから道中の雑魚処理突破っていうのはほぼノンアルに全部任せまして、ゾンビループのあの球体マップのところで渡積のバフを思いっきりかけます。で、ボス一応ノンアルファとかで突破してでボスに十蔵の SS バーン打ったらもう8割ぐらい吹っ飛ぶみたいな、もうやばい狂ってる、うん、あれですよ、もうめっちゃ楽だもん。で俺の持論なんですけど、定員さんはもうボスラスなんですよ。もうボスラス以外はもうどうでもいいってレベル、うん、もうボスラス以外はまあ別に誰使っても頑張れば突破できるんだけど、ラスゲだけは許せん。いや、ラスゲだけはマジ削りがむずいし、その削れるキャラっていうのもやっぱ限られてきてるから、あそこをどれだけ楽にするかが重要かなと俺は思ったんですよね。で削りのしやすさとしてはもう他のキャラが比べ物にならないぐらい重蔵が楽なんで、うん、もう重蔵は確定で採用になりました。はい、ただこれ1個注意ありまして、当然じゃあ俺ノンノアルファが強いから十蔵が強く見えてるだけじゃないと、道中の突破をノンノアルファに任せられてるから十蔵をラスゲまで連れていけるんだよってなるじゃないですか、普通に。まあそれはノンアル強いですから、そうだよねって思って貫通タイプ他のようにしてみるじゃないですか、とかあと反射さんとかの構成やるじゃないですか、うん、ノンアルファいないと無理あのノンノアルファいないとあのループ抜けられら説、うん、あれやばい、本当にやばい。いつもだから俺ノンノアルファなしって構成を過去にほとんどやったことがなかったんですよね。なんかフーコーかなんかのランキングなんかを前に作った時にやったことはあるんですけど、もうその時も結構勝ててないんで、結局その時ね、でノンノアルファなしで勝ったことって確かにそう考えてみればないなと思って、で考えたんですけど、信長 X、 結局この反射枠ってところが重蔵か信長 X っていうので今議論が巻き起こってると思うんだけど、ノンノアルファがいるなら重蔵だと思う。うん、道中の突破って信長 あの別に火力を使う必要がないから、ノンノアルファがペーって SS ってねもうすぐ倒してくれる。だからじゃあノンノアルファがいないってなってくると重蔵だけであのループ抜けるのマジできついんですよ、うん、ってなってくると信長 X ぐらいに火力がやっぱあるキャラっていうのがいないと羅刹の処理っていうのは結構難しくて、なんで多分ノンアルがいないと信長 X は続投な気がするね。うん、なんかこれねすごいね、今持ってるそのキャラとの組み合わせ次第でどっちを使うかってのは変わってくるんじゃないかなってのは、まあいろんな構成でやってみて思った。うん、だからノンアルファの代わりがいないといけないんだわってなりました、結論。うん、重蔵が出ていろんなキャラの組み合わせってのを使ってみた結果、ノンアルの代わりになる方を出すのが先じゃねって思った。うん、いや本当に思ったね。あそこのループが本当に難しいんで、でラスゲまでそれ引っ張ってくるじゃないですか、あのループを。だからまああそこを解除できるやつがいるんであれば、ね、重蔵の割合っていうのをラスゲに使うっていう余裕が持てるんですけど、あれがないってなってくるとちょっと難しいかなっていうふうに思いましたね。だから少なくともノンノアルファは1体欲しい、
まあそれはフレンドで使えればいいっちゃいいんですけど、まあフレンドでもノンノアルファとかが使えるんであれば、まあそのような構成で10増を入れてあげるのがやっぱラスゲは楽かなと思いますね。さすがに信長 X さんは号令系よりは楽に感じた。純粋に上に入りに行かなきゃいけないからね。でも入っても出ないってことがやっぱ結構あるし、てのを考えるとよほどプレイスキルに自信があるか上手いって人じゃないとラスゲはまあ重装なんじゃないかな。普通にやってれば重装になりそうですけど、ただまあノンノアルファがいる前提ではありますから、だから今結構難しいですね。俺は金木くんが強いってなった天炎6よりその5倍ぐらい3の重装にありがたみを感じました。めちゃくちゃ本当に本当に3のこの重装の楽にしてくれる度合いの方が個人差あると思うんですけど、めっちゃ感じた。めっちゃ楽になったって感じた。あの3はまあその道中のね突破とか理想パーティーでやってる前提ですけどね。いやこれはねマジでね嬉しかったっすね。やっぱ削れないからラスゲー本当にもう確実採用。早く渡すみのやつやってみたいんですよね。渡すみワンパンのやつね。まあ気になる方いたら多分調べれば出ると思うんでね、見てみてください。はい、ということで重装も俺個人的には当たりだと言っていいんじゃないかなと思います。特に3の適性がいない人とかに関しては本当に当たり。ノブックスいないとかだったら結構地獄だと思うんでね、ラスゲーの削りとかね。はい、なんでその代わりには十分なってくれると思っております。はい、じゃあ最後トウカちゃん。トウカちゃんですね。はい、じゃあトウカちゃんね、最初に使った時のイメージがね、友情、この友情こんな強かったっけだった。いやまあ超絶オールレンジバレットってまあそもそも結構強いんですよ。もうめっちゃ強いんですけど、これが砲撃型になってレフトキラー乗ったらそれはそうなるかっていう威力です。もうなんかね、貫通させちゃいけない球がいっぱい飛ぶ。もうオーレンジバレットで貫通してこうね飛び抜くんですけど、あれもう貫通させちゃダメだよってくらい威力出る。いやこれはね、俺今回すごい思ったのが、マイナー友情の強いやつって隠れがちだよね本当に。なんかさ、今だとさ、例えばオートジャベリンバーストってもうついた瞬間強ってなるじゃないですか。はい、あとはコースピアップとかも結構評価されがちだったりとか、まあ、そんなハイエナジーサークルとかさ、ルミナスレイとかついたらさ、それはもうパッと見すごい強いじゃないですか。そういう強い友情とかってポーンってた瞬間になるんだけど、なんかさ、超絶オールレンジバレットとかってさ、もうチビチビを飛ばすじゃないですか、いっぱい、つぶつぶつぶつって、で合計で見るとクッソダメージ出してるのに一個一個がちっちゃいから、なんかインパクトがないんですよね。なんでちょっと埋もれがちなんですよ。そのカタログとかの時にもそんなその友情が評価するっていうのはあんま話として聞かなくて、で俺も正直舐めてました。強いなとは思ってた。エナジーポットの砲撃だから絶対強いなとは思ったけど、これ両方友情やばいわこれ。なんでこれトウカちゃんこういう風な性能になったんだろうってずっと思ったんですけど、これはでもそうだわ、これ以上やったらやばいわってぐらいにはやっぱ友情コンボが強かった。でなんでこんな友情強いんだろうって考えてみたんだよ。政宗いるんだ。似たアビリティのところ、まあ特に転送のところですね、で言うと政宗がいるからここまでできたんだ。で逆だね、政宗がいるせいでここまで強くしないと引いてもらえない性能だったっていうのが正しいかな。なんで、まあ、めちゃくちゃ強いんだけどちょっとかぶってる相手が悪すぎるかなっていうのもやっぱ感じちゃうよなこれは。さすがにな。3割ですからね。地雷転送ワープでしょ。ちょっとやっぱかぶってるとこ気になっちゃいますよね。今年やっぱ政宗の年ですから少し気になってしまうかなと。はい、じゃあ政宗にもできない他の部分は何があるかと、言いますと、SS だね。自強化時点でもう 1.65 倍とか、もらっておりまして、そこからレフトキラー乗るんですけど、でこのバフの部分、バフの部分ですね。まあ俺これ過去にね、進撃の巨人でこのようなね、なんかバフをかけるやつで悲惨な目に遭ってるやつを見たからちょっと怖かったんですけど、ちゃんと 1.5 倍もらってました。素晴らしいですね。しかもこの 1.5 倍は3周続きます。3周、3行動って言った方がいいか。そのバフをかけたやつが3回動いたら切れる。長いよね。その間 1.5 倍を振り回せるわけですから、結構バフとしては優秀なのかなというふうに思いましたね。で、その後、最後ね、この浮かべで攻撃するっていうので、割合が 23% ぐらいかな。はい。の割合もついてるんで、もう十分 SS の性能はピカイチかなと思いますね。ただここも結構政宗にね邪魔されちゃいましてね、 1.5 倍でしょ、まあ、アビリティでね攻撃力チャージって言ってアビリティでそれの倍率つけるやつもいたりしますから今。ってのを考えると、まあちょっとね今の時代、まあ最近ってでもね綿積み以外のバフはね正直ちょっともうなんかあんま使ってないんですよね。最近すっげえ思うんだよな。なんか最強ランキングとか、この前のさ、あの昨日出したフクロウのさ予想とか時も言ったけど、なんかバフマジで最近使わないんですよね。ルナが本当に使わなくなったんですよ。まだクエストが結構そのバフ
とかじゃないみたいなのになってきてるってのもあると思うんですけど、だからまあ今この 1.5 倍バフっていうのを持ってるのがどれぐらいのメリットなのかわかんないですけど、あとね今回ロバーでまだ使ってないので、そのロバーでどうなのかっていうのはまあそんなに評価は変わらないと思いますけど、ロバーが来たとて、うん、まあそこになってくるのかな、後の評価はね。で今使えるところっていうと、正直大きく使えるところってないですね。うん、もうめちゃくちゃ高難易度のところって言ってくると、それこそロバーにワンチャンあるかなってぐらい以外で、あります？ないよね、正直ね。もう当時のバルハラとかそういうところまで落ちていかないと多分無理だと思うんですよ。あのロールとかかな、うん、俺が動画撮った時はね、ちょうどロールが来てね、ロール撮ったんですけど、2日目だったかな、うん、のロールで使ったりしてたんですけど、まあやばってなるぐらい。あ、エンペリオスとかかと。そうだ、俺が使った時エンペリオス行ったわ。エンペはでもね、ちょっとね、あの小町かなんか連れてったせいでね、もうなんか強さが分かりづらかったんだよね、あまりにも強すぎて EL が。うん、けどまあだからそこいろいろあって、まあでもエナポの威力がね、とんでもない威力してますから、まあエナポワンパンとかはちょっと探したりしたらあったりするのかもしれないですね。もう、あ、でも使ってないけど神殿とかはワンチャンあるかもしれないねってぐらいには威力高いですね。まあでもね、このエナジーポットでね、こう最後ねドーンってやるのでワンパンしようって思うじゃないですか、まあ、大体ねオールレンジが倒しちゃうんですよ、うん、だからね結構難しい、いやその使い方もね、うん、だから総合の火力ってのはすごい高いから、トウカちゃんも評価したいんですけれども、俺今回の中ではトウカちゃんにあんまこういうこと言いたくないですが、わざわざ狙う必要はないかなというようなキャラだと思っております。はい、なのでまあそれ全部まとめると、今回は金木くんと重蔵に関しては、俺はさっき言った俺と同じ方向に来るんであれば、その中ね、定員6で金くんのね耐久力を採用したいとか、あとは定員3でその重蔵渡辺やってみたいとかね、重蔵のラスゲの削りがやっぱきついから重蔵入れたいとかね、そういう人に関しては、狙いに行く価値があるなと、いうふうに思いました。もう絶対にハマる場所があるっていうのはやっぱ偉いところなんですよね。今後どうなるかっていうより、今のクエストを楽にしたいっていう人たちにとってはかなりの大当たりガチャなんじゃないかなというふうに思いましたね。で逆に言うと、今回空中庭園やってないよって人からすると結構厳しめのガチャになってる気がしますね。うん、重蔵もまあ袋に適正もらえてそうとはいえ、うん、周回クエストがそんな難しくないと思うでしょ、うん、ってのも考えると、ちょっと重蔵は庭園さん以外では絶対欲しいみたいな性能になるとは個人的には思えない性能になってるから、うん、だから庭園やってないって人からすると今回ちょっときついかもね。金木だけかな、金木くんだけは当たりになる可能性あるけど、金木くんに関しては今の庭園以外にもいろいろなところをね壊してますし、まあ、今後もね、あの庭園層を持っててオートジャベリンバーストなんて持っちゃってて割合も持ってますから、全然顔出す可能性っていうのはあると思いますし、でこの後ね2回目の超究極とかが仮に発表されて有馬とかが来た場合、光属性になる可能性高いので、難しい方の超究極の適性がこの金木くんになる可能性っていうのは十分あるんですよね。はい、なので、まあ、そういうところを楽にしたいっていうのがあれば、まあ、金木くんを狙いに行ってもいいんじゃないかなというね感じの結論に至りました。はい、な感じですね。まあちょっとね、パッとあまりにもその今後のことを話す必要がなさすぎて、いつもの考察動画より短い話になってしまったとは思うんですけれども、はい、最後まで聞いてくださり皆様ありがとうございました。はい、まあ僕以上にね、もう結構ガンガン使ってますよみたいな人いっぱいいると思いますので、よかったらね、そういう人たちの評価みたいなのを聞いてみたいですし、まあ庭園でどういう風な採用するかみたいなのもお話しいただければなという風に思います。よろしくお願いいたします。結構ねコメントできてるパーティー俺みんな好きなんだよね。ああ、なるほどねって、そういう風な組み合わせでやってるんだみたいなとかね、うん、なんでぜひぜひね、そちらも教えていただければなと思います。ということで本日も動画のご視聴皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。